はようございます。おはようございます。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香です。ちょっと先に花粉の薬だけ飲んでおきます。よし、これで花粉もバッチリ。ということで、本日今からレッスンでなんやらかんやらして、その後は光の卒業公演です。これ食べよう。見て、美味しいのこれ。ラムネのサプ、最近よく食べて。いただきます。うまっ。チャプリってそう、でもラムネ、うまん。うん、うん、何、じゃんけん、じゃんけん、グー、オッケー。目覚ましじゃんけん、私はグーにしたよ。あ、そういうこと？あ、今リアルタイムでするってこと？私グー出しちゃった。あ、アイコ。アイコでした。うん。で、昨日結局振り起こしして途中で寝ちゃって、もうまた寝落ちした。最近めっちゃ寝落ち多い。朝起きてお風呂入って、おかげで目覚めがすっきりしております。今から配信したらちょうどいい時間に文字出れるなと思って今配信しました。うん、寝落ちしたなら振り起こし全部できなかった。うん、でもほぼやった。ほぼやって、映像確認してるときに寝てもって、だから充電も全然なくて、今携帯出すともピエンって感じ。
朝日が眩しいね。昨日ほどは晴れてないけど晴れてるね。嬉しい、雨降ってないの。うん、静岡公園はいつぶりだっけ。いつだろう、先月とか。このあんま覚えてないもん。先月か先々月か。3月16日、じゃあ先月だ。夜雨降るかもって、マジ？折りたたみ持っていこう、ありがとう。こないださ、めっちゃ雨降ってた時あったやん。なんか期間的に3日ぐらい、なんか3日ぐらいなんか雨なのか雨じゃないのかみたいな、結局雨はないかいみたいな日が3日連続続いた日があったんですけど、そう、なんか1日目は雨降ってなくて、したら夜雨降ってバーってなって、コンビニで普通の傘を買って帰ったので、2日目は朝にめっちゃ雨降ってたのね。そう、出るときに、だから傘でっかいの持ってったけどすぐ病んで、逆にね、そう、荷物になってわーっと思って、で3日目は降ってなくて、そのまんま行ったら結局夜降って、でも2日前に傘買ったしな、折りたたみを買って帰った。常に持たなければいけないんだけれどもね、折りたたみっていうもの。ただ折りたたみを入れててさ、降らなかった時になんかちょっと損した気分になるのなんかこれの分の荷物増えたなってなんかなるの、大西の中でなるよね。わかんない、そう、大西はな、そう、ちょっと損した気分になっちゃうんです。なるべくこう持ち歩かないようにしてるんですけど、でも結局こうね、買っちゃったりしてるからさ。あと大西2つぐらい、あのカバンをこう何使い分けてて、そう、なんかお仕事とかってメイク道具とかがいる日はでっかいリュックみたいな、でもレッスンとかなんかそういう内輪だけというか、外に出ないとか、なんかそういうメイク道具とかも必要ないって時はもうすごい軽めのトートバッグで行くんですよ。でリュックの方に備えあれば憂いなしとかでなんか入れてたとするじゃん、折りたたみの方を。でトートバッグで出かけた日に限って雨が降ってしまった時も損した気分になるのそう、うわ、あっちのカバンにはあんのにってそう
入れ替え面倒だしね。そうなの。それに2つは用意してないよねって。そうなのよね。入れ替えが特にされないんですか。大事なやつぐらい、財布と鍵とみたいな。財布と鍵さえあればお日出かけられる人間なので。そう、あと携帯か。携帯はでもまあ常に持ってる。やっぱ歯ブラシぐらいかな。でも言うて、そうね、大体歯ブラシを使う日って一日長い日だったり、お仕事、人前に立つお仕事がある日とかになるから、大体リュックに入ってたらまあまあまあ大丈夫なんですけど。天気問題よね。携帯を家に忘れたことはあるの？あるけど、でもすぐ気づいて取りに帰ってくるかも。結局携帯でさ、電車の時間とか調べるからさ、行く道で気づくのよ、ね、あ、来てんやん。そう、そうなんだよね。だから忘れて完全に出かけてしまったっていうのはないかも。うん、行く前に調べるんじゃないや。行く前にもちろん調べる、前日の夜に調べてそれをスクショはしてあるんだけど、結局出て今何分で、あと何分後に着くとか。大体大西ちょっと早めにお家出るので、大体それのスクショしてたやつの1本前の電車に乗ることが多くて、うん、だから、あ、このままの調子で歩いていけば1本前のやつに乗れるなとかっていうのは歩きながら確認するかも。うん、そうね。なんか ね、そうなんですよね。そもそもお家出る時間がちょっと早いんですよ。うん、なんか例えば15分かかるとするじゃん、大西のお家から駅までってなると、多分大西は30分前とかに出るんですよ。15分あれば余裕で乗れるのに25分か30分前とかに出るから、やたらと早く着いちゃう、目的地に。そう、なんかもし行く道の時にコンビニに寄りたい気分になるかもしれへんみたいな、自分が。で、結果コンビニとか寄らないから余計早く行っちゃう。待ち合わせもそうですか、友達との。ガンガン。分からん、友達と待ち合わせすることがないから分からへんけどさ。どうなんやろうね。
バーとはあるんじゃって。あったとしても浜競りぐらいだから、待ち合わせの時間ぴったりに着いたりとかするかも。でもみんなそんな感じだから連絡しつつ、うんって感じになるので、何分に着きそうかもみたいな。この日何月何日何分にどこどこ集合ねみたいなのがないからそうね、わかんないけど、うん、ちょっとそろそろお家出やなお店。よし、ということでじゃあ行ってくるわ、レッスン。じゃあランキングの方、1位の方から読んでいきます。いきますよ、いきます。1位黒芝のりこてんさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がけいじさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位が MM ルールズアットマークギフヌルト人生に乾杯さん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がさとっちアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして5位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がさとみちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして7位が北山さん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がみおさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がコーヒーレンさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がかっきやっとマーク、こんにちはとマーク、気をつけていったら明日こうせいさん、ハピバーさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がおまめさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がちまさん、ありがとうございました、イエイ。ありがとうございます。そうか、明日こうせいさん誕生日か、なんかちょっと前に祝った気するけど、もう1年経つってことで、ね、すごっ。ということで今日私は靴下履いて荷物をリュックに詰めて行っていきたいと思います。やばっ。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。じゃあ行ってきます、バイバイ。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。じゃあ行ってきます、バイバイ。